いや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 、今日も話さないかもしれないね。あとで酔っ払ったら話そう。あ、こう見てる人もね、そうですね、そうそうそう、こういう話そう。まあ今日は第1部はこういう形で、はい、ネット生放送しながら、はい、まあ、ブラジルに行った時の、はい、映像を見ながら、あの時どうだったのかっていうのをちょっと検証しながら、そうそうそう、我々も見てないんですよ、まだこの分。そう、いきなり、はい、高坂君にあれ前日かなんかに前日ぐらいに、前日ぐらい、ちょっと撮ってきてくださいと、はい、ビデオで、で明日渡しますから、明日渡しますんでって言って、うん、で昼ぐらいの池袋の待ち合わせ、俺が池袋にしたいって言ったんだよね。そうそうそう、うん、近いからね、分かりましたって言って、うん、そうそうそう、で時間になったら池袋にあれいないなと、あれ場所なんか松木を前だった、ね、そう松木を前、そう池袋の松木を前っていうから、分かる人は分かると思うんですけど、池袋の松木をの目の前なのか、その道路の向こう側の駅側なのか、これどっちなんだろうと思って、あれこれもしかしたら駅側なのかもしれないし、もしかしたら松木をの目の前なのかもしれないし、しばらくね、うろうろしてないな、いないな、あれいきなりメール来たの俺ってね、そうそうそう、土井さん大丈夫ですかね、そうですその時俺ね、ずっとテレビ見てたね。いました普通に、でまず真っ先にで、草加さんに言ったら、いやもう大丈夫んじゃないのみたいなっていう感じで、で分かりました、でその後に瀬能さんに、メタルガンの瀬能さんに電話したら、もうこれは一大事だって。いや一大事やんね、いやこれ、まあ俺がね、あの筒井さんがそんなことするわけないからね、遅れることないし、約束をすっぽかすことないから、絶対なんかあったよこれは絶対なんかあったよってメールすごい入ったもん、瀬能君は。俺全く携帯見てなかったから、その時で分かりました、ちょっととりあえず僕待ってますんで、で、まあ、万が一のことがあると思うので、うん、実家の電話番号だけ教えてもらってもいいですかって、あ分かったって言って、LINE で実家の電話番号、教えてもらって、で多分実家に電話しても、まあ、いないか、もうすでに出たとか、うん、そういう風な話が来るのかなと思って、うんうん、電話してみたら、ブルブルガチャってボーイみたいな感じ、あどうしたのみたいな、すごいなんかすごいなんか気だるい感じになってて、そう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 、あれすいません、いとまほろば高坂と申しますけれども、あれみたいなっていうことあそうだったみたいな、うん、筒井さんが自分で設定したんじゃないですかみたいな、松木を前ね、そうだよ、そこから始まった、そこから始まって、うん、このビデオは、おもむろにね、予告なしに出してくるのがみたいな、いや、はい、ほら撮り慣れてないじゃん、そうですよね、撮られる方だから、うん、あ本当ね、そうそう、しかも海外ってほらセキュリティちょっとあれ撮られるとかよくあるじゃん、ブラジル怖い、ああいうの持ち歩いてるのも怖いかなと思って、ほんとコツコツ持ちながらね、っていう割にはものすごい物量のあの映像が届きすごい撮ってました、まあ、せいぜいなんかね、なんかちょいちょい撮って、まあ2、30分ぐらいのやつでお茶を濁す感じで撮れればいいかなと思ってたら、もうとんでもない物量になって、あとほら携帯で送ってくれって言われてたじゃん、そうです、はい、でもあれもういっぱいいっぱいになっちゃって、うん、結構送れなかったのね、そういうことだった、そうそう、だから1回だけ送ったじゃない、はいはい、1回だけホテルです、はい、朝ですみたいな、はいはい、そうですね、そう、あれだけ送って、それの元データもちゃんと入ってますね、はい、それ可愛いよね、はい、そう、ちょっとこれから画面を、まあ、会場の人たちはこの画面を見ながら、うん、で映像を見ている、放送を見ている方はですね、そのまま、映像が出ますので、で声が、うん、声だけ拾うことができる、はい、なので説明を、お願いします、はい、見入って黙らないように、いや俺も初めて、はい、俺たち初めて見るんでね、はい、これを、はい、撮ってるだけだから、そうすよ、ね、何の確認もしてないから、はい、撮れてるかどうかも分からなかったから、はい、面白くすぎて、もう本当もう編集中なんだこれみたいなっていう状態で見てたので、はい、これをちょっと見てみたいなと思います、ちょっとだけ見ましょう、はい、うん、